くるくるくる。ごめんね、お待たせしました。なんかじゃあのさ、ツイッターと連携できるはずだよね。ごめんね、おかえりなさい。ゆうちゃん、ハードなされ、ありがとう。なんかどうやって連携したらいいんや、ツイッターに。連携されてる？じゃあもうショールームから飛べる？できてる？できてないな、連携。気合い？ Twitter 待ってた。ありがとう。ゆうちゃん、ハートありがとう。できてる？フォローしてありがとう。やっぱ鳴ってない？連携。シェアはできてると思うねんけど、このショールームの方で、ツイッターって、そうそう、ハートマークの横からいける？ツイッターフォローしてありがとう。フォローしました、ありがとう。じゃあ、そう、ショールームのルーム設定。ルーム設定しないとあかんのか。昨日、稲田のショールームフォローして、早速今日来た。ありがとう。いや、もしかして NNB48 全員フォローしてるの？もちろんです。ショールームやり方、わかんなくて、稲田のツイッターから入った？ツイッターもフォローしました。ありがとうございます。連携できてたら、ごめん。まあ、次までにやっとくので。ぜひ皆さん、いちいち面倒だと思うんですけど、ツイッターで検索で、早川ゆなで検索お願いします。みえちゃんとのピュオラジ面白かった、嬉しい。なかなか初ツイートされない。そう、やっぱ最初の写真、結構ずっと前々から決めてたんですけど、今日新しく撮った写真がめっちゃ自分気に入っちゃって 気に入っちゃって、気に入ったから、今日急遽新しく今日撮った写真にしようと思って、で、そう、じっくり考えて、で、縦写真を最初横にしてて、縦にしようか横にしようかで2時間1時間ぐらい悩んで、結局お姉ちゃんとかママとかに聞いて縦になりました。 めっちゃ相談して、2時間は持った、1時間ぐらい。エアナのツイートだけ通知オンにしときまして、ありがとうございます。なのでツイートが遅れました、大変申し訳ございません。待ってくれててのに。いやのにさ、そう、ひななんらしいこだわり ちゃんとし、そう。初めてツイート通知オンに設定した、ありがとう。写真可愛かった？こだわった甲斐がありました。 本物でよかったです、ありがとうございます。よしみつちゃん、たこさん、ありがとう。そう、なんかみゆきさんにも写真相談したりして みゆきさん教えてくれました。 こっちの方がいいんちゃうかなって。優しいみゆきさん、50番目くらいにフォローできて、ありがとう。おもんないリップしかできません。もう絶対面白そうやん。ゆうじくん、ハートのチャンネル、ありがとう。リップ買ったけど、どれが誰か分かってるよ。だってみんな名前分かるもん。あたついたの写メ好きです、ありがとう。嬉しい。もうみんなの自己紹介欄あさるの好き。嬉しい。もう早川ゆなって名前書いてくれてたりしてて、びっくりした。ヘッダーの写真な、ちょっと後々何変えていこうかなって ちょっとだんだん、まあ最初はね、初ツイートの画像も追記にしていいですか？もちろんです。ねえ、なん今日美女上手すぎない。あ、いつもいつもです。
毎日おはようリプします、ありがとう。ティアンちゃんハートありがとう。のちゃんにアカウントがバレちゃうね。もう分かってるか。分かってるよ。自己紹介回覧汗汗けどなんかツイッター始めることでもっと皆さんとつながれることができて嬉しい。なんかゆななに伝えたい時用のタグあります、ハッシュタグピュカツでぜひつぶやいてください。そうこの前どのツイ SNS 解禁してほしいって聞いてた。ちょっと不利でした。モンブランさん、だるまさんありがとう。今夜はひときわ可愛いだって。そうやっぱ一番目はココナさんにしようって。ニナナの推し登録して間もなく200日、嬉しい、ありがとう。僕は間違いなくイナナ警察に監視されます。そうですね。そう負けてしまいました、ブリック師匠さんに。今夜こそ勝つぞって、こんばんは。ツイッターで何と書かれてしまったら話してしまうけど気にしないでください。はい。美容欄も犬なんだけど楽しい。うん。美容欄って何？教えてツイッターのこといろいろ。こんばんは。はい、感じされること熱望するの？こんばんは。いやけど四字熟語もね、漢字が苦手で、マジでいろいろゴリ夢中と漁夫の利とか十人十色とかもういろいろ湧いてたんですけど、なんせ漢字が苦手だったからちょっとバーって書けんくてもう悔しい。まさか四字熟語、しかもことわざもめっちゃ苦手、ことわざとかも全然知らんかったから、マジでちょっと賢とはちゃうなって今回の問題は思いました。言い訳です。漢字に関してはさ賢ですけどね。今日めちゃくちゃ早口。ゆきくんハントありがとう。そう言い訳メイビーですよ。10人といるは確かに簡単。これからツイッターで何時から配信しますって。そうなんです、嬉しい。アイコンの写真のめっちゃお気に入り、友達にメイクしてもらった写真、これからも毎回友達にメイクしてもらおうかな。カフェデ君ハートありがとうございます。ツイッターおめでとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは、初めましてツイッターフォローしてありがとうございます。嬉しい、これをきっかけにピオラーさんの輪がもっと広がったらなって思います。コロバンタコシャンありがとう、めっちゃ可愛いアイコン、嬉しい。メイク教えてもらいます。インスタでもユナナのツイッターアカウント宣伝しててありがとう。ユナナの仕方ありがとうございます。なんか可愛すぎて幸せです、嬉しい。ティアちゃんハントありがとう。ツイッターがさらに楽しみになった。そうだ、8月のバトル、皆さんライブどうでしたか。絶滅黒髪少女初めて10人で
やりましたけど、まあ気持ちは紅白も乗せて11人でやりましたけど、どうでしたか？ナナのことが今日も大好きです、ありがとう、ツイッターおめでとう、ありがとう。フォローしてありがとう。カフィオルくんハートありがとうございます。一緒も可愛すぎ問題。インスタじゃないけどツイッターでメイク何使ってるか教えて。分かりました、グッド、よかった、映っとったゆなくんまだ見れてないんですけど、今月の生写真にゆなのテープ、お嬉しい、ここ店のおいしょ、ここにあって電車おいしょ。ツイッターなら気軽にコメントリプできるから、これから楽しみ、嬉しい。そうなんか、いいねとかもしたいんですけど、気持ちはいいね皆さんしてるんですけど、どういうのでいいねしよっかなっていう、インド料理のなんか好きなの初めて知った、気持ちは皆さんいいねしてますので、見てますので、全部明日から朝起きるの楽しみ、古典書の写真をぜひツイッターにてはい、水野のっちゃんハートありがとう、覚えてもらえるようにたくさんリップ送るの、はい、カレンタンさんとかはハッシュタグからのエゴサでツイートいいね、すごいですよね、じゃあなんツイート楽しみ、ありがとう、ツイッターフォローしましてありがとうございます、ヤシくんハートありがとう、なんかのツイート手帳にしてきたよ、ありがとう、あいいな、ハッシュタグピヨカツにいいねいいかもしれへん、それやったらあのこういいねのやり落としとかがなさそうやから、まあそういう基準をちゃんと考えて、みゆちゃんありがとう、アイスクリーム誰も嫌な思いしないようにね、ハッピーになればいいよね、モンブランさん、だるまさんありがとう、東くん、たこさんありがとう、こんばんは、いなな仕事から誰もお帰り、今日ね、なみやくん、たこさんありがとう、モンブランさん、だるまさんありがとう、やすさんハートありがとう、今日はねあのメイクさんに髪の毛伸びたねって言われました、確かに伸びたと思って嬉しい、で切りに行きなさいって言われるのかと思ってピクピクしたら、今の長さいいやんって言われて、あよかったですって言いましたいやなんツイッターおろしてきてありがとうございます、モンブランさん、だるまさんありがとう、そう前髪もかなり伸びてけどね、今日ココナさんに前髪長いね、いいの、いいよなって言われて、前髪長いって言われて、なんでこれぐらいの長さをこれからも継続していきたいと思います、今日の朝来たらバレたの写真、あれかあの後ろ姿のセクシーなやつ、ゆなくんのセクシーなゆなくんの
こんばんは、ゆななツイッター開始おめでとう、ありがとうございます。まめめの編集をハッシュタグできるようになったら本当だね。あのゆななラブレターってぜひやってくれたら見ようかな。みなまろるちゃん、だるまちゃんありがとう、ツイッターフォローしてきてありがとうございます。ああれね、後ろ姿のセクシーなやつね。なんかココナさんからのリブ切ったら発狂しするよ、もう発狂、手が震えちゃう。今のとこリプしたのいいのなんて見せたしさ、キャー嬉しい。ベリマヨさんハートありがとう。虫のバラードスルーしてないよ。ベリマヨさんハートありがとうございます。ツイッターを下ろしてありがとう。これから毎日の楽しみが増えるの嬉しい嬉しい。なんかそういう自由が増えてじゃないんですけど、活動の幅が広がって嬉しいです。とてもやっさんハートありがとう。全部こんばんは。ツイッターをね気にいろいろどうやってどういう風に使っていこうかなって。カブヤルくんハートありがとう。ヤスさんもハートありがとう。皆さんの拡散力の姿に凄さに驚きました。ありがとうございます。本当にツイッターまだ全然慣れてないです。私もツイッター下ろしました。ありがとうございます。みなくんの SNS 使い方好き、本当にありがとう。こんばんは。それな自分でお話しくの宣伝もできるように、今まではピュアラーさんたちに頼ってばっかだったので、やっとこれからもいっぱい頼っちゃうんですけど、うん、そうインスタもしたいなって思ってますね。ニューナのツイート1位ねじゃ足りない。リアカで宣伝してくれたのも好き、ありがとう。あやのちちゃん、スターさんありがとう。赤くさんありがとう。インスタねできたらもうストーリーいっぱい撮っちゃうんだけどな。わあ、なおく今年ぶり。久しぶり。そう、動画とかもさ上げれるのが嬉しいですよね、ツイッターって。なんかツイッターは動画とかピュアラジの振り返りツイート、なるほどね。てかピュアラジのこともブログに載せないといけないんですけど、あんねやツイッターもストーリーみたいな機能、もう全然知らないからツイッター。なくんこんばん、ツイッターフォローしてありがとうございます。今週もしんどかったので、ゆなくんの最高の笑顔で癒されます。そうプロフィール間違えて、めっちゃごめんなさい。なんかママ曰くたまに19歳っていうの言い間違えてるみたいなんですけど、まだ18歳です。まだ18歳なのに19歳って書いちゃって、けど18歳やったら高校生と間違われちゃうかなと思って、一応大学1年生と書かせていただきました。その別に大学生を強調してるわけじゃないんですけど。でもっと自己紹介欄はいっぱい書きたかったんですけど、あんまりなんか情報量少ない方がいい、あのあんまり書きすぎない方がいいという風の噂を聞きましたので。なんツイッター応援してありがとう。どんな進化するか期待してるね。はい、そう19歳まであと3ヶ月で、嬉しい。もうあの誕生日前に解禁されて嬉しいです。心のユナゾー心の俳句より。そうツイッター始めたんですよ。
早川優ってひらがなで書いて可愛くない？なんか全部さ丸字って感じで、ね、めっちゃ好き。ひらがな好きなんですよね、自分の名前の。ツイッターにもねストーリー機能あるんだよね。もうさっき聞きました、びっくりした。マッチュだるまさんありがとうございます。今日レイさん挨拶しましたね。いやなツイッター始めたの、始めました。フォローしてありがとう、ありがとう。昨日はね3時ぐらいに寝ました。センシティブな内容が組まれている可能性のある目で、そうあのミュウとかなんかユノのツイートがそうなってるよって来たんですけど、なってますか？見れない状態になってる。ユノの一発目のに来たらめちゃくちゃメイク大人になって本当に嬉しい。今日多分メイクさんにメイクやっていただいたからかな。カッサンスターありがとうございます。見れてる？そんな何もいちいちの画像載せてないんだけどな。見られんかったかボタン押しに行ってね。だるまさんありがとう。絶対に問題、まあ皆さんが見れてるならいいんですけど、そんな変な画像やったかな、ちょっと悲しくなりますよね。設定の問題けど、別にそんなツイートにみんなのツイートがそうなるわけじゃないですよね。まあいいのかな、そのわざわざさリナのツイッターを見るためにさ、そのそういう設定しなくなる一作業がめんどくさいですよね。カッサンだるまさんありがとう。監視期待してる？してるんかい期待。いちいちでも載せたのかとって、気にしないで大丈夫？アカウント自体の宣言。なるほどね。改めて一番好きな四字熟語は無我夢中ですね。ヤスさんハートありがとうございます。無我夢中が好きです。ただユナユナの夢が入っているからってだけなんですけど、アイコンとヘッダーをあれにしたもの、こだわり。まずアイコンはなんかあんまりなんやろな、本当は衣装でブリブリ系のも好きやし、そういうのにもしていきたかったんですけど、なんやろその普通のあのアイコン女の子って感じじゃないですか。なんか親近感湧いてもらいやすい画像かなじゃないんですけど、それに加えてヘッダーはちゃんと NN48 に所属してますっていう風に、それをちゃんとアピールするためにあのヘッダーとあのトップ画にしました。リアンちゃんハートありがとう。まあ、変えていくかもしれないですね。ヘッダー特にヘッダーに関しては、トップガは気に入ってます。気に入ってるトップガ。けどヘッダーまで自分の顔にしちゃったらもうなんかこう自我が強いじゃないけど。そう、冬の歌は冬に撮った写真。
いつの写真やねんって感じなんですけど。漏れてるでしょ、トップが。皆さん可愛い、ありがとうございます。今日みゆきさんとお話しした時にゆなの写真、ゆなの写真、何やったっけな、ゆなの写真激漏れみたいな感じ言っていただけて、あ、それ喜んでいいんですかみたいな話をしてました。みゆちゃん、だるまさんありがとうございます。ディアンさん、ハートありがとう。あ、スノーにありがとうございますなんですけどあれ、そ、画像が漏れてるのか、うん写真撮るのうまいって言っていただいたんですけど、マジで面白い。みゆきさん、ゆさんハートありがとう。元が可愛いからくそ漏れるからねって言ってくれた、ありがとう、ありがとうこんばんは。ヘッドアレイカーのピュアバブ師匠にしてくれるの、ありがとう。このショールームが終わってからツイッター見るのもワクワク。みんなからのいいねとかコメントとか来てるかなと思っていっぱいいっぱいくれるの、ありがとう。カビオルくん、ハートありがとう。ツイッター始まったと嬉しすぎて寝れなさそう早速ツイッター終わらせていきました、ありがとうございます。ミスののっちゃん、ハートありがとう。解説してリップ一番に送った、さすがっす。これからショールームの告知もツイッターに上げてくれたら助かる。わかりました、こんばんは。ほんま間違いないよ、本当に。石田先輩のもの申せたもの、マジでもうメンタルおーってなってたと思うゆうちゃん、話されるありがとうございます。それもまたスクショしたのツイートしよう、お願いします。嬉しい。さらにね、あのおしゃれにも敏感になって、SNS 上でも人気になれるように頑張ります。絶対解説もやっとフォローしました。ありがとう。カッサン、スターさん、ありがとうございます。ヤナ大好き、ありがとう。ディアンちゃん、バラさん、ありがとうございます。今日はお餅みたいな顔だ。ツイッターのプロフィールにユナナの ID 貼っても、もちろんです。写真いっぱい、そう、たくさん撮って、需要のある写真を皆さんにお届けしたいと思います。こんばんは。大好き、ありがとう。ディアンちゃん、ハットありがとうみんなたくさん、これを機に今日から、もう今日からでもいいです、もうピュアラになりましょう。もう今日からもうツイッターもゆなくんのアイコン、ゆなくんのヘッダー、自己紹介も早川ゆなを書いて、今日からツイッターを始めた記念日ということで
広がる、広がると嬉しいです本当に。そうそうやなって。今日ね、初めてあのゆなくんを見つけてくれた、私を見つけてくださった、そこのキミ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 ウーカさんじゃないですけど、キミ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 、やっとゆなくんのツイッター見つけてフォローしてきました、ありがとうございます。ラブレターの写真はあんまり人に見せられないから、犬の復旧しやすくなった。せやな、嬉しい、ありがとう、復旧したいとか言ってくれて。ディアンちゃん、バレさん、ありがとうございます。ツイッターで見かけてショールーム来てもありがとうございます。ディアンちゃん、ハートありがとう。どこからどこ、どう見てもピオラなツイッターです、ありがとう。ラブレター来ました。もうみんなと24時間つながれるからめっちゃ嬉しいんですけど、本当にふう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 、今見つけてフォローしてきたよ、ありがとう。まっちゃん、だるまちゃん、ありがとう、嬉しい。マッチョ、ハートありがとう。なんか今まで結構ピュアラーハウスショールームやってて、ツイッターやってないのとか SNS ひななの知りたいとか言ってくださる方が多かったので、もう本当に嬉しいな。ツイッターでこの早川ゆなという存在を皆さんに知っていただけて、ゆなくんレピーナッツで今日はぐっすりおねんねできます。あ、ゆなさんとみーちゃんフォローしてきました、ありがとう。お風呂入ってくるお疲れ様。ピオラ、こんばんは。コロワン、クローバー、ありがとうございます。ゆなのツイッター開始記念にアイコンを新しく しようかな。お、お願いします、ぜひお願いします。チンフォローしてありがとう。コロワン、クローバー、ありがとう。いいな、秒でしないとですな、ですな、ですな。ゆなさんフォローしました、ありがとう。たくさん見つかっていくと思うとニコニコし、ニコニコ。6期生加入してから1年でのツイッター開始だったか、それに比べると早いです、ありがとうございます。本当にツイッター始めてすぐにフォローしてありがとう。まずはコアくんさんとイナくんフォローしてきた、ありがとう、嬉しい。スクショタイムするよ、今ちょっとだけやる。最近の人間に見た配信で気になったので来ました、ありがとう。何気に見てくれて、ぜひ皆さんこれとともに加瀬さん千万両ありがとう。
撮れましたか？あんた最後にもショールームの最後にもツイッター始めましたよって始めました。た恥ずかしいな。こっちか。漢字が弱くてやばい。賢く枠を名乗ってるのに頑張って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 、ティアちゃんかわいい、ありがとう。頑張って漢字覚えようかな。ピュアラジの告知がとか次の配信前に作る。お、嬉しい。バレーションが豊富ですな。嬉しいです、ありがとうございます。ゆうきくん、スターさん、ありがとう。お話し会追加しました、ありがとう。嬉しい。ベレマヨさん、ハートありがとう。ごちってた豆乳に続く天然エピソードで漢字が弱って、もうマジで。やから今日の賢く枠の四字熟語出た時も漢字って聞いた瞬間もう汗汗で、本当に汗汗ですよ。そう、ショールームのプロフィールにもツイッターのリンク貼らないといけない。そう、そのやり方わかりますか？自分で調べろって感じですよ。調べます。リュウジ君、ハートありがとう。顔に出てた？ティアンちゃん、ハートありがとう。そう、感じね、なんかイメージで覚えるからさ、なんか伝われば OK みたいな人だから、漢字頑張って勉強しないとな。カフェル君、ハートありがとう。やさん、かわいい、ありがとうね。ツイッターってどんなイメージ？え、24時間皆さんとつながれる通路みたいな感じかな。鳥のマーク、実質さ鳥のマークだからさ、実質イエナのためのアプリ的な、ピオラとイエナのためのアプリ的な感じだね。え、みゆちゃん、かわいい、ありがとう。かわいい、初見さん、ありがとうございます。嬉しい。今日からツイッター始めたので、よかったら早川ゆなで検索してください。ヤッホー、ピヨッターですね。ピヨッター、確かにピヨッター。憧れの5日、公式マークもついてみたいな、あのチェックみたいな、青のチェック、クックックックとかちょっと企んでたりするんですけど。早くあゆなで検索してずっと更新して待ってた、ありがとう。4番目やった。午前3時になついたったら起きて反応してくれるの。ありがとう。みえちゃん、ハートありがとう。カビオルクハートありがとうね。ちょっとそろそろもうカキカキし始めたいと思います。カビオルくん、アバター変えますか？ティアンちゃん、ハートありがとう。みえちゃん、バラさん、ありがとうございます。みなくん、こんばんは。買いました、ありがとう。あ、すごい、ゾウさん、ゾウさん、あ、アメちゃん子のかわいいアバターだね。
簡単じゃないよ。わざとハードル上げるやつ。みえちゃんハートありがとう。ラブレター来た。ディアンちゃんハート。カピオルくんスターさんありがとうございます。難しい。この時間にリプというものを送ってみました。ありがとう。ディアンちゃんクマちゃんありがとうね。ほんまにめっちゃ嬉しいです。有観客嬉しい。もう嬉しい泣き泣きです。本当にやっと なるほど。もうちょっとで書きます。ちょっと待ってね。できました。できましたと思ったらちょっと待ってください。できましたよ。はい、完成お待たせしました。13位モンブランちゃん、モンブラン美味しい、ありがとう。12位祝ツイッター解禁、ゆっちゃんありがとうね。嬉しい、おめでとう言ってくれてありがとう。11位マッチュマッチュ、ありがとう、ツイッター見てくれて嬉しい、ありがとう。10位ベレマユさん、ありがとうございました。今日も嬉しい、ありがとう。
今日はやっさんやっさんやっほー、お疲れ様、ありがとう。今日も八は元気元気くん、いつも元気元気ありがとう元気くん。七位はよしみつちゃん、コメントもたくさんありがとうございました。六位はゆきくん、謎にアットの後が消えてますが、アットピュアラっていうことかな。うんありがとう。五位セイルくん、あ、ゆうきくん6位ありがとうで、5位がセイルくんありがとうございます。嬉しい、毎回絶対来てくれてありがとう、感謝。4位はツイッター解説、祝解説ありがとう、コロワン嬉しいおめでとう、やってくれてありがとうね、コロワン。そしてそして、ちょっと待って、3位はカッさん、ありがとう、お話し会また追加してくれてありがとうね、カッさん、またお話しできるの楽しみ、ありがとうございます。2位はディアンちゃん、 Thank you フォローもしてくれて Thank you、 嬉しい、アイコン言うなそして早い1位はドゥルードゥン、カフェオレくんでした、ありがとうございます。どう、ちょっと下の卵がでかくなりすぎた、殻がでかくなりすぎたかなってちょっと気持ち思うんですけど、まあまあうまく描けたかな。ちょっとツイッターオレピオっていうのの気持ちを書いちゃったんですけど、まあそれはお許しくださいませ。お疲れ様、ありがとう。ツイッター始めていただけて楽しみがさらに増えました。お、嬉しい、たくさん幸せを皆さんと共有できたらなってめっちゃ思います。最後にピュアブくんの一言をやりたいと思います。ぜひ皆さん、ゆだなんのツイッターフォローよろしくお願いします。今日やっぱりその言葉に限りますよね。皆さん、早川ゆな、かっこゆななんてやってるのが本物でございますので、もちろんこの早川ゆなの分際ではまだまだ偽物など現れないぐらいの分際でございますが、ぜひ皆さんフォローしていただくととてもとても嬉しいです。よろしくお願いします。これからが楽しみですね、ありがとうございます。ピューバブさん見つかったんです、私の家で今日はね、出張では持ってこなかったんですけど、見つかりました、無事ピューバブさん救出されました。普通に引き出しなんかに入ってましたというお知らせでしたピューバブさんいました、見つかったよかったよかった、ツイッターフォローしてくれありがとう。そう、あの、私が大事にしてた飾り物のひよこちゃんをね、毎回ショールーム終わりにピューバブの一言って言って出してたんですけど、ある日突然いなくなったら、引き出しに多分ピューバブちゃんが、多分ユナが最近ペンバブちゃんが近くにいるからって、多分ペンバブちゃんの一言とか言ってやってたから、多分すねって隠れたんだと思うんですけど、かっこユナなんか勝手に引き出しにしまっただけなんですけどまあ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 、まあ、ピューバブが無事生還しましたので、ってことで皆さんたくさんツイッター見てくださると嬉しいです。うちのピューバブも喜んでおります、よかったです最後にじゃあスクショタイムをもう一回したいと思います。ちょっと待って、リップ塗り塗りする。気持ちわかる、かわいい。
しく。ツイッター解禁ポーズ。ありがとうございました。ではまだツイッターフォローしてないよって方はフォローとかしてくださると嬉しいです。そしてもっとユナのこと知りたいなって思ってくださった方はユナのラブレターモバイルメールっていうのがあって、それはね、あのツイッターとかショールームにはどこにも載せれないようないろんな写真を載せてますので、そちらもよかったら見てくださいね。最後に見てくださいましてどうもありがとうございました。また私は毎日配信をしていますので、ぜひまた待っております。以上、ゆなってなんなん、ゆななんなん、みんなの夢の中にもゆななんでした。おやすみなさい。おやすみフィー。ラブレター編受信完了ありがとう。またね。それではバイチャもバイバイ。皆さん最後まで見ていただき本当にありがとうございました。おやすみなさい。大好きです。おやすみ。おやすみなさい。これで止まるやつ、このウィンクの顔でちゃんと眠ります。